今、ちょうど結論用のようなものが出ましたけれども、鈴木さん、どう思いますか、このベッティングとスポーツのことについては。オリンピックの中で今まで、そのクーはベルい。タンが言っていた、その根本的な、オリンピズム原理みたいなものはいを、はある程度、こう、時代に合わせてアップデートしてくるっていうことを今まで多分歴史を積み重ねてきていて、やっぱりい。はい。こう、資本、あの、ネット、えっと、あの、なんていうか、えっと、スポンサーを、認めていこうとか、あるいははい。こう、プロだけじゃなくて、アマチュアだけじゃなくて、プロも、プロ認もめ見てて、いこうとはい。か、まあ、そういうのいろいろあったじゃないですか。はい。で、そのベッティングっていうものが出るっていうことが、そのスポーツにとってどういう意味があるのかっていうところの考察は、もっともっとちゃんとしないと、この議論って多分できないんじゃないかなと思って、例えばアマチュアスポーツとプロスポーツに関して言えば、その、やっぱりこう、すごいお金が持ちじゃないとスポーツできない考え方じゃないですか。だからその意味では、そのスポーツをできる人の数が増えていくっていう理屈は多分通ると思うんですよね、そのプなるロほど。を。だから、そういうふうな、ベッティングが一体何に、つながってるのかっていうところの、考察が必要なんじゃないかなっていうことを今お話を伺いながら思いました。なるほどね。この話はね、2週間前から実はやってまして、2週間前は、例えばアメリカでは全米、フットボール、学生フットボールも賭けの対象になっていると。そしたら日本で、もしもスポーツベッティング解禁するならば、それ人気のあるスポーツは解禁するだろうと。そうしたら、やっぱり高校野球も解禁するんじゃないかという時に、高校野球は部活動だからやめようと。賭けの対象にしてはいけないという意見がある一方で、もはや部活動の範疇を超えているからやってもいいんじゃないかという意見も出て、結論はどうかっていうと、どっちかわからないという結論になったんですけど、春日さん、これはどう思われますか？高校野球ですか？はい。やって高校部活。野球でやればですね、玉木さんとか小林さんが言っている高校野球をなくそうっていう方向に行くと思いますよ。そうなんですね。そこのところは私もね、それ議論に上げるべきだというふうには思っているんですけれどもね。だたかだら、まあ、いや、やることによって高校野球自身のいわゆる幻想、作られたものが消えていく世界になるでしょうね。そうすると、逆にその今まで高校野球にみんなが持っていた幻が消えて、その現実が見えてくると。その現実が見えてくると、まあ、昨年から玉木さんと小林さんがやる高校野球批判が、俎上に乗るといそううでふうすね。な感じがしました。私はトトの、実践の時も衆議院の文教委員会に行って、トト賛成の話を思い切りやって、やったんですけど、なぜトトに賛成したかというと、その読売ヴェルディがですね、要するに企業スポーツはトト、賭けの対象にはならないんですよね。親会社の利害関係が生まれますから。その利害関係まで考えた上で、どっちが勝つかにかけることはできないはずで、そうしたら、スポーツがまともな公平になってくると、というので、トトに賛成したんですよね。そして、まあ、J リーグはうまい具合に企業スポーツから抜け出たんですけれども、ですから高校野球も賭けの対象にしたら、朝日新聞が抜けてくれるからいいんじゃないかと。私はそう思ってるんですが、鈴木さんどう思うかね、今の僕の意見には。いや、僕、朝日新聞に対して特定の恨みがあるわけではないので、ちょっと何とも言えないですけど。いや、私も恨みないよ、別に。あ、そうなんですか。あるのかなって思いながら聞いてたんですけど。いや、まあ、高校野球はどうなのかっていうところは、やっぱりすごい議論がありますよね、よく。やっぱり真面目に考えなきゃいけないなとすごい思いますけど、僕、高校野球どうすればいいかっていうところの、意見が自分の中であんまり固まってないので、ああ、本ちょっと、当。ちゃんと考えをしてから、また今度来たいなと思いました。それでは、もう一度考えをまとめてみてください。ということはい、で、わかこりれまをした。喋り出したら、もっともっとつながるかもしれないんですけど、次行きましょう。